私の名前はメイ。突然録音しようと思ったのは、症状がますますひどくなってきてるから。この先記憶が少しずつ消えていってしまうかもしれない。だから今のうちに大切な思い出をテープに残しておくことにしたの。後で繰り返し聞いて昔のことを思い出せるように。あ、子供たちが呼んでるわ。じゃあ今日の録音はここまで。これは私が作った一つ目の命の楽章。音楽に触れた最初の第一歩でもあるわ。小さい頃、お姉ちゃんの奏でるピアノの音色に誘われて、あの綺麗な洋館に迷い込んだ時、お姉ちゃんと貝に出会った。お姉ちゃんに教わりながら、ピアノを弾く喜びを知ったわ。カイとも大の仲良しになった。それからいろいろあって、私たちは離れ離れになったけど、三人で過ごしたあの日々はとても幸せだった。人生で一番のんびりできた時期だったわね。あの頃の出会いがなければ、きっとピアノに興味を持つこともなかった。時間が経ってからまたカイと再会するなんて思わなかった。留学に行ってからも彼とは互いに手紙を書いて連絡を取り合ったわ。彼は寡黙な性格でおしゃべりが得意な人じゃない。だけど彼が送ってくれる手紙にはいつも可愛い絵が描いてあった。彼がずっとそばで見守ってくれているような気持ちになれたわ。それから正式に交際を始めて結婚した私たちは、お互い助け合いながら今まで生きてきた。私は本当に幸せな人間ね。私、今何をしようとしてたんだっけ。三つ目の命の楽章は、母になった私の大切な思い出。そして子供が誕生した喜びと希望を表現した曲。失う苦しみも味わったけれど、幸いカイがそばにいてくれたおかげで立ち直ることができた。カ
彼の弾くギターの音色を聞くだけで心が安らぐの。あの人には感謝してもしきれないわ。もう一度私のもとに来てくれた子供たちにも感謝を伝えたい。あの子たち、カイと喧嘩してるみたい。症状がどんどんひどくなっている気がするわ。もうあの人たちががっかりする顔なんて見たくないのに。きっとたくさん迷惑をかけているわよね。こうやって弾くんだったかしら。以上何も忘れたくない。うん、うん。